まことに素晴らしい。国を豊かにする先頭に立っておる。そうじゃ、この弥太郎。この手で必ず国を強すると自負してる。日本を一等国にしやらんといかん。そうです。国が豊かにならなければ、日本はいつまで経っても一等国にはなれない。その通り。儲けに儲け、強しちゃらんといかん。そこで聞きたい。おばはんはやたら、合本合本言うけど、事業は一人の経済の才覚ある人物が、己の考えだけで動かしていくがが最善や。いえ、才覚ある人物に経営を委託することはあってしかるべきですが、その人物一人が商いのやり方や利益を独り占めするようなことがあってはならない。皆ででっかくなる。いや、欲は罪はない。欲のありき人間が前進する。己が儲けることが嬉しゅうて嬉しゅうてたまらんき、全力を尽くすがよ。いや、しかし、いっそわしと手を組まんか。おばさんとわしと固く手を握り合うて商いをしたら、日本の実業はわしらの大当たりになるがじゃき。事業は国利民福を目指すべき。いや、才覚あるもんが強あってこそ国利じゃ。